ははい皆さんこんこにちは、T、のとです、えー、とギタリストはボリュームペタルを使おう、うん、まあこれはまあねおそらくわかると思いますけども、えー、やっぱりノイズ対策ですよねどうしてもあのディストーションをかけてる、えー、ギター、えー、を、えー、使ってる場合なんですけれどもで演奏中はもちろん、あのー、全く問題ないんですけどもこれ普通に、あのー、演奏終わって MC になった時に途端にジーッとかして。 さーとかすごいかなりの音が聞こえてる場合が多いんですよね。でこれをあのカットするためにボリュームペダルを置いといてあの踏んで音が出ないようにしましょうと。ね、でまあ一つは柔軟に行っ,ったりとかもねいいんだけれどもこれねあの PA を通しちゃうとあのライブなんかでねあのスタジオだとそんなに気にならないかもしれないけど「ジー」っていうのが何にもあの演奏してない時に。でも ライブの時にあのやっぱり大きな音で増幅されてるわけでしょ PA でねそうなってくるとあのそのスタジオではあんまり気にならなかった「ジー」もね相当気になるんですよ「ジー」っていうでこれがね MC 中にあのかなり鳴ってると鳴ってるバンドと全く鳴ってない無音のバンドだとやっぱり、あのー、鳴ってるバンドの方がどうしてもこう素人くさいというか そんなな感じになりますよね。全く MC の時にスタッパッと無音になるバンドって本当にこうプロっぽいというかねそんな風にあに思えるんじゃないかと思うけどもでねベースもたまにねあの今最近ベースもすごいコンプ,あーコンプじゃないやあのプリアンプがいっぱいあるからみんなプリアンプいっぱい使ってるでしょでその中でもあの歪ましたりしてるとそのノイズも結構すごかったりねする時あるのね。その 組み合わせによそうだね3 z アンプとか MXR の、うん、とやつかなとかでもねやっぱりねひずみチャンネルがあるからやりすぎるとやっぱりねもう本当にずっと音が鳴、ね、ってるのねノイズがね。で触っただけなんていうのかなもう動いただけでもジいジい言ってたりするねあとひどいのになるとストラップがかかってるでしょでストラップがかかってここに金具があるよね。ここののの金金具具動いた時にこの金具がカカカリリリってこう動っ この,このノイズまで拾ってそれも演奏してない時にねノイズで、ね、カリカリねあのアンプから出てるとかそういうのもすごいあるのねそれはねあの本当にこちょっとかっこ悪いのでできればあのスパッと音を切った方があの絶対いいと思いますね。ちなみにニテレンジャーで俺がやってるバンドだともうやっぱり完全にみんな音切ってくれてるからバスって。じゃないと結構サーッと出てるから。 これが MC やってる時にね「G」とか言ってたらねやっぱりうるさいって言っちゃうんであの必ずパッて切ってくれるの,あの演奏終わったあとすぐにパッて切ってくれるで無音状態にシーンってなるわけよ。それの方がやっぱりスマートたちねあのいいと思うので是非ギタリストはあのディストーションをかけてる場合はねなるべくこういうふうに音を切ってあげるっていう意識をしてみるといいんじゃないかと思います。はい